人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。2018年12月に私ブログで PGA of America が本社を移転する話をさせていただきました。今 PGA of America はフロリダ州のパームビーチガーデンズに本社があります。その本社を2022年の夏にテキサス州のフリスコ、ダラス経済圏ですけどね、そこに移転するということが発表されました。そして工事が2020年の9月から始まっています。このプロジェクト、本社の周りに18ホールのゴルフ場が2つ、ショートコースのゴルフ場が1つ、さらにはショッピングセンターであるとか、あとはですね、リゾートホテルができる予定です。リゾートホテルはダラスが本社のオムニホテルができます。このプロジェクト、600エーカーぐらいありまして、すべての施設を入れると東京ドームが213個こう入ってしまうような大プロジェクトです。総工費も5億ドルぐらいかということで、日本円で約570億円かかるんですね。先日 CBS でこの工事の様子をニュースで取り上げていたので、下にリンク先を貼っておきます。ぜひご覧になってください。その2つのゴルフコースですけども、イーストコースとウエストコースがあります。イーストコースは、チャンピオンシップ用のレベルのコースで、設計をしているのが有名なジル・ヘンスが設計しています。ここでは2027年と2034年に全米プロ PGA チャンピオンシップを開催する予定です。テキサス州で PGA チャンピオンシップが開催されるのは1968年以来ということで、テキサスの人たちも盛り上がっています。もう一つのコース、ウエストコースは、これもまた有名な、ボー・ウェリングが設計しています。こちらは、一般に公開する、一般のプレイヤーもここでプレーができるというコースになっています。どちらのコースもこのフリスコの地形をこう生かしてですね、そこに植林300本でしたかね、こう植えて、すごくチャレンジングな面白いコースになっているそうです。 PGA が出している動画もアップデートの動画も下にリンク先を貼っておくので、ぜひご覧になってください。このプロジェクトができると、20年間で25億ドルの経済効果を見ています。全米からゴルフ好きの人たちがたくさん集まってくるんですね。従業員も100人ほど雇うということで、地元の人たちにでも助かりますね。このフリスコというのはトヨタの北米本社があるプレーノのすぐ北にある都市で、例えばスポーツですとダラスカーボーイズ、アメフトですけどね、そこのむちゃくちゃすごい本社もあったりとかですね、練習場もあります。フリスコはどんどん開発が進んでまして、あちらこちらにクレーンが立ってですね、私の本の中でも書いてありますけども、もうまさしくこう未来都市ということで、フリスコの中には無人のシャトルバスが走ったりとかですね、本当にぜひ一度このフリスコに来ていただきたいと思います。今日はそんな魅力的なフリスコ、そこに PGA の本社が2022年の夏に移ってくるという話をさせていただきました。ちなみにゴルフ場はですね、2023年の春にオープンする予定だそうです。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。